手前が赤流より、昭和橋、新昭和橋、相模川水路橋、相模川渡下橋昭和橋は、神奈川県厚木市上越と相模原市南区東馬とを結ぶ、相模川に架かる橋。本校では、合わせて上流に架かる新昭和橋についても記す。昭和橋と大仙昭和橋は、神奈川県厚木市上越と相模原市南区東馬とを結ぶ橋である。 片側1車線、軽2車線の神奈川県道508号、厚木城山線が通り、下流側直近には、歩道専用橋の昭和橋速道橋がかかる。昭和橋名板、浅野造船所製作橋のかかっている付近ではかつて、東間の渡しと呼ばれる渡し船が行われていた。これは、平塚八王子道、埼玉王館路の経由地となっていた。線は、上越に委託されていたが、 1892年に、東馬川に、私賃が請求され始めた。1925年に、この江光兵隊により仮橋を仮橋も間もなく洪水で流出、再び都線に戻るが1928年の洪水で都線に被害が出た。この災害復旧事業として仮橋が決まった旧昭和橋は、昭和の経済不況の煽りを受けたものの、1931年11月に、 開通。その後、1966年の改修により、車道5.5メートル、歩道1.5メートルに拡幅された。1990年に昭和共速道橋が整備され、1992年にはさらに橋面整備が行われ、現在に至る。改修前の旧昭和橋は、昭和の初めに竣工し、新時代を象徴する橋ということで命名された。 新昭和橋新昭和橋は昭和橋の500メートルほど上流に位置し昭和橋と同様に神奈川県厚木市上越と相模原市南区東馬を結ぶ片側2車線計4車線及び両端歩道よりなり国道129号交渉バイパスが通る神奈川の橋100線に選ばれている神奈川県では南北方向の道路整備は 東西方向に比べ立ち遅れており、1969年の東名高速道路全線開通及び国道271号小田原厚木道路の共用開始に伴い国道129号厚木バイパスを着工、昭和44年完成した。その後、相模原に向け上水バイパスが1971年開通、翌1980年5月に、 交渉バイパスが全線供用開始となった。竣工当時は神奈川県の管理する橋梁では最大級のものであり、事業費は約27億円余りであった。2013年3月30日には首都圏中央連絡自動車道相模原愛川インターチェンジの供用開始に伴い接続し、新昭和橋から直接同 IC への流入、 および同 IC からの流出が可能となった。昭和橋の隣に架橋された新しい橋ということで、新昭和橋と命名された。ありがとうございます。